こんにちは、ゆかりです。はい、今日はすごく久しぶりにイオス 7D ですね、7D に18200の 3.5 から 5.6 だったかなですね、はい、の IS のレンズをつけて撮影に行ってきました。行き先は善光寺さんです。はい。善光寺さん、朝早く行ったら人少ないかななんてね、御開帳だけど、まあそんなに朝早く行けば平気でしょうなんて思ったらぐちゃぐちゃしてて、早々にささっと撮影してささっと切り上げて、はい。その後山本写真機店にね、はい。寄ってなんていうね一日を過ごしてきました。まあ、この EOS の 7D なんですけれども、これやっぱりあれですね、レスポンスが速くてピントの合い方がすごい速いですね。本当に、なんだろう。なんか、動くものを追っかけるのはもちろんね、得意なカメラではあると思うんですけれども、本当にそれを実感するイメージでした。って言っても、スナップ写真を撮影していたので、そんなね、うわこれね動くものを写していてすごいねっていうんではないんですけれども、やっぱりピントの合い方がとても早いっていう風に感じました。はい、あとまあ久しぶりにこの横着レンズですね、これ使いましたけど横着だね、はい、レンズ交換をするとか被写体に自分が近寄ることによって被写体のこう大きさを変えるっていう言い方でいいのかな、ね、やっぱりきちんと、ね、基礎を重んじながらこういうレンズ、ね、使っていかないとちょっと写真下手くそになるのかななんて思いました。というところで写真見ていただきたいと思います。では写真を見ていただきたいと思います。今回撮影したのはこちらですね。はい、実は意外とお気に入りのこれなんですけれどもね、はい、結構インパクトありですよね。はい、何回も何回も両手では多分数えきれないほどもうなんだ善光寺さん周辺ですね行ってるんですけれども、やっぱりまだ知らないとことか目が行っていないところとかがあるんだなっていうふうにこの写真をね撮影して思いました。というところで写真見ていただきたいと思います。はい、こちらこの笹本商店さん、なんか趣のある雰囲気のね、建物だななんて思って撮影しようと思ったら前を女性がねこうテクテク歩いているっていう感じでした。この女性が着物を着て蛇の目傘なんかさしてこう歩いてたらすごい雰囲気出るかななんて思った写真です。次の写真見ていただきたいと思います。はい、先ほどの私これ意外と好きかもって言っていた写真ですね。メガネ屋さんがねあるんですけれども、そこのメガネ屋さんがなかなかあれですね、おしゃれですよね。白い筒にメガネをかけてあるんですが、みんなねそれぞれ、これはちょっとね女性の顔だけ撮ったんですけど、上とか下とかにいくつか女性の顔とか男性の顔とかいろんなおひげの顔もあったかな、はい、もあって、そのこの顔ですねに合うメガネをねしているっていうやつで、
なんかこの顔のこの方に惹かれて、はい、撮影をしました。なんかちゃんと値札とかもこうついてるんですよね。ちょっといいお値段名かな、はい、というところでこれ意外と好きだなって思いました。多分これ元はこの目だけあって、この口はこれあれですよね、足して書かれてるんですよね。これきっとマジックでこう書いたのかななんて思うんですけれどもね、なかなかおしゃれだななんて思いました。次の写真見ていただきたいと思います。はい、善光寺さんのところに六地蔵かな、はい、いらっしゃるんですけれども、そのうちのお一人です。これもいろいろな角度というかいろいろな、雰囲気で撮影ができるのかなと思って、これが1枚目ですね。でちょっと広めに撮影しました。なのでちょっとここにね、こうお隣のお地蔵様がいらっしゃるんですけれども、で今度このお隣のお地蔵様切りたいなと思って縦位置で撮影をしてみました。ちょっと真ん中すぎましたが、もうちょっとこっち側ね、空間作った方が良かったかななんて思いますね。はい、で次撮影したのがこちらですね。先ほどの横位置、一番最初に撮った横位置で、あ、いけない、行き過ぎちゃったの、こう切り取ってみたってやつですね。はい、なんかこのお地蔵様に一番実は惹かれたんですね。六神ですかね、六柱いらっしゃったんですけども、このお地蔵様が一番なんか写真撮らせてくれそうな雰囲気で、柔らかい雰囲気を多分醸してくれていたのではというところで撮影させてもらいました。はい、素敵なお顔ですよね。優しく微笑まれていて、はい、次の写真見ていただきたいと思います。はい、これ初めて見つけたんですけれども、善光寺さんの、まあ、中ですよね。歩いていたらよしこさんとみつこさんがいらっしゃいました。善光寺さんなんですよね、はい、ついこの大きいよしこさんですねの目が合ってしまったので撮影をしました。これよしこさんのこちらの目ですねにピントを合わせて撮影をしたんですけれども、このみつこさんの顔ももうちょっとここにあったらよかったなまあなかなか難しいんでしょうけどね。はい、次の写真見ていただきたいと思います。はい、これが金付き堂ですね。金付き堂にピンと合わせて手前側にもみじがあったのをぼかしました。遠近感少しは出るのかななんて思って撮影をしました。で次逆にこのもみじ、主人公もみじで、金付き堂がなんだうまく言えない、まあ主人公ではない感じですね。で撮影をしました。まあやっぱりこちらとこちらになったらやっぱこっちの方がね、あの金付き堂が主人公の方が格好にはなるのかなと思います。で葉っぱがね、この外の葉っぱの色とかが紅葉してたらこっちでもいいのかなっていう、なんかちょっとアンバランスですよね。ここは春のこの柔らかい色の葉っぱの色で、ここだけね秋っぽい赤いもみじだったので、こちらよりは今回はこっちの写真の方が良かったのかなっていう、はい、やっぱり金付き堂がメインでね、写真を撮った方がいいんだなっていうのが今回こちらでの撮影で分かりました。というところで今日の動画は終わりたいと思います。ではまた、バイバイ。